ボルトオンターボとは自動車メーカーから出荷された状態では自然吸気仕様である自動車に後からターボチャージャーを追加することあるいは追加するためのキットのことを言う。なお、同様にボルトオンスーパーチャージャーも存在する。ボルトオンターボのキットは HKS やジラディ等から発売されているが設定されている車種は限られている。これらのような全国区のパーツメーカー以外からも 個人経営レベルのチューンショップ等が用意していることもある。例外的なところでは、トヨタ自動車がビッツ RS 用のボルトオーンターボキットをテックス、トヨタ特装車メーカー。本来はダイナやハイエースの特装車を扱っているから、発売、装着済みの車両も販売していたことがあった。これは販売するのは実車の新車ディーラーだが、 あくまで改造扱いのためボルトオンターボの一種である。キットの設定されていない車種の場合でも、エンジンルームに余裕のある車種なら、比較的容易に装着できるが、各シリンダーの排気ポートから集合管までの長さを揃えた、頭頂マニホールドを一品で製造することになるため、キットに比べて高額であることが多い。また、ターボを標準で装着している。 スポーツカーのような高圧下級を行うには圧縮比を調整しなければならないため大抵は小型タービンを使った吸気改善といった程度のものである。タービンもウェイストゲートを内蔵したアクチュエーター式が一般的である。しかしながらそれでも標準の状態から1.5から2.5倍程度の出力向上となる。ありがとうございます。